おはようございます。ドリキンです。いや、連休初日あまりにもテンション上がりすぎて、なんか4時ぐらいまで家で酒盛りしてたら、めちゃくちゃむくれて、二日酔いはないですけど、昨日新しいカラープロファイルでいろいろ試してみたんですけど、やっぱりね、なんか、ハマるときはハマるんですけど、結構バスケさんの家に行ったあたりとかは、色温度調整したんですけど、やっぱりだいぶ、色がね、破綻しちゃってるところもあったりしたんで、今日はまた、陽性 HD の、HDR プロファイル、HLG のプロファイルをベースにしたやつに戻してみました。やっぱり、陽性 HD は、どのシーンでも万能に使えるっていうことを実際にすごいこだわって作られてるみたいで、ほんとこのプロファイル1個でかなり万能に使えるんで、やっぱこのプロファイルベースでもうちょっと詰めていきたいと思います。めちゃくちゃいい匂いする。今日の朝食、バイタミックスで作った新鮮バナナシェイクと、昨日ニジヤで買ったメロンパン最高。あとこれケフィアのヨーグルト、これ重要。いやー、結局やっぱりここに来ちゃいますよね。ようやく来れました。じゃじゃーん、みんな大好き IKEA。 3連休の中日だからめっちゃ混んでそう。結構久々に来るな。とりあえずお腹すいた。中を見たいんですが、見たいんだけど、ジャンと、いきなりショートカット、いきなりショートカットしてこっちに来る。とりあえずお腹空いたんでご飯食べます。とりあえず IKEA カードを登録した。お、さすが意識高い。ビーツサラダがある。ビーツサラダがある。しかしまあ普通に考えたらサーモンだよね。さあ、メインは何にしようかな。イカフコーヒー素晴らしい。ミートボール、サーモン、テンダーロイン、チキンテンダーロイン。まあ、イケアの食べ物がクオリティ上がってる気がするのは気のせいでしょうか。完食です。完食してない。完食してなかった。さあ、お腹満たされたんでこれでいけます。もう一回入り口にチート。何気にこのスピーカーシステム、あ、ソノスのスピーカーシステム、ちょっと後で見に来よう。これね、これ結構欲しいな。このランプも Wi-Fi スピーカーで、これ何、ソノスプロデュースのわけ。あ、ここに書いてますね。なるほどね、ソノスと IKEA で協力してアップルエアプレイ。とりあえず一周してきます。なんかこのソファーでいいんじゃんと思って、これなんかチャチさも全然ないしめちゃくちゃいいじゃんと思って、これにしようかなと思って値段見たら普通に2000ドルで安くなかった。でもなんかこれ本当にクオリティ高い気がする。いい感じ、結構快適、なんか深いし。ちょっととりあえずアプリに必要そうなものをコレクションしていきます。やっぱこういうなんかサイドテーブルとかが最適化されてんのは IKEA やっぱすごいな。ちょっと今もうずっとここに居座って実際に使うイメージをしてるんですけど、協議の結果この方向で行こうと思います。ということで今家族会議の結果、これに決定する方向で。 PC デスクはこれ良さそうだな。サイズ感もいいし、このケーブル隠せる、このケーブル隠しあたりの処理とかが素晴らしい。このリビングテーブルもいいなと思って、
見てみたらこれもストックホルム、さっきのソファーもストックホルム。なんかいっぱいソファーここあるけど、やっぱりこのストックホルムのソファーがダントツクオリティ高い。まあ値段もダントツ高いけど、ここにあのスタンディングデスク系、ここでちょっと自分の部屋のテーブルを考えよう。ちょっと狭いんだよね。このサイズで電動できるといいんだけど、これ位置は高さは変えられるけど電動ではなさそうですね。こっちは、あ、分かった、これはこっちのやつはあのもう電動がセットになってるけど、こっちのやつはあの板と足を別売りで買えば電動化できるっぽいんで、メインサブみたいな感じで L 字に置きたいんで。あ、こっちだとこの白素材違うけど白もあるな。こっちのやつだと下にこの電源とか隠したりできる。なんかこれも3パターンサイズあるっぽいからこれで揃えようかな。 OK、 じゃあやっぱりこれに決めよう。やっぱこのテーブルがいいかな。このテーブルだとこういうなんかパーテーション的な、これであのなんかちょっとした防音っていうか、あの、あ、これまさにこれまさにあの防音になるっぽい。いや今日すごい、だいぶ達成感ある。もうだいぶいいかも。なんかちょっとすごい和っぽいデザインですね。これはあ一応動くんだ。ちょっとあんま立て付け良くないけど、だいたいこの子供コーナーが来ると上の階は終了。なんかいろいろ見たら疲れてまたお腹空いちゃったけど、だいたいこれで上の階は終わったんで、今度はちょっと下の階を探索します。ここら辺は比較的スルーですね。ここら辺もまあスルーですかね。ちょラグは欲しいんですけど、ラグはちょっとイケアじゃないところで買おうかなっていう。昔このあのこの赤丸のやつ使ってましたね。なんだろう、このハイジーと思ったんですけど、これがなんか結構なんかあんまり起毛してなくてすごい肌触り良くて、しかもお値段お手軽っていうことで、これお買い上げしたいんですけど、これ車乗るのかな、すごい怖いんですけど。お、フラクタが売ってる。この僕の出張御用達、このね、ここにちゃんとチャックがついてるのがでかいんですよね。何気にトランクとかももうなんかめちゃくちゃ安いし、ちょっとある意味消耗品的に使っちゃうっていうのもまあありかもしれないですね。このスタックできるプラスチックのケースいいな。このもうワンサイズぐらい大きいのがあってもいいんですけど、とりあえず6個ぐらいあればいいかな。あ、これ大きいやつの透明版だ。これはこれでちょっとでかすぎる気がするんですよね。あ、こっちにいろいろでかいサイズとかあった。この透明のこのサイズ感がいいっすね。これあれでしょう、いくらあっても困らないやつでしょう。大量買いしとけば相当スタックできるのが、重ねられるのがすごい。これちょっと壁掛けテレビの後ろにこれ設置して、PS4 とかなんかいろいろそこら辺のものを壁テレビの後ろに隠せないかな。いや、いつかやると思ってたけど、やっぱ IKEA これ出しましたか。うちにこれの本家というか、このタイプの、延長ケーブルあるんですけど、値段が10分の1。これはちょっと十分ですよね。これ結構ねいいんですよ。このグリーンとか赤とかだいぶ印象違うんですよね。ちょっと今日今回は気合い入れてみたから、ようやくこのエリアまでやってきた。懐かしいなこの板。あのベランダの屋根裏部屋の家の時にこれ死ぬほど買って貼り詰めたんですよね。これこれこれ、何束買ったんだろうっていうぐらい買いましたよ前。さあじゃあちょっと今回の買い物はこんなもんでいいですかね。まあ比較的買って帰れるものだけで、あとはオンラインで。なんか何気にもう空いてる。あさあちょっとこれちょっと間抜けの話聞いてください。この IKEA ファミリーカード、これ
ギャラクシーホールドに登録できて、このユーズカードってやるとここにバーコードが出てきて、このバーコードで買い物できるんですけど、これね、なぜかね、ウォレットはこの開いた状態では使えなくて、この状態でしか使えないんですけど、バーコードちっちゃすぎて機械が認識しないっていう。ちょっと今最大の不安はこのラグ、車にこれ入るのかな。なんか後部座席から助手席までぶち抜いてなんとか入った。意外と全部入った。このミニクーパー意外とね、収納力ありますね。これバッチリです。